米山隆一君。はい、米山君。それでは立憲無所属会派を代表して質問いたします。昨日の本会議に上程された政府提出の、刑法の一部を改正する法案、私のからは侮辱罪厳罰化法案と呼ばさせていただきますけれども、これについてご質問させていただきます。こちら政府から の私に対するレクでもあったんですけれども、そもそものところでちょっとご確認させていただきたいんですが、この侮辱罪を厳罰化すると、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金を追加したのは、これは SNS、インターネット上の誹謗中傷に対処するためと、立法事実は SNS、インターネット上の誹謗中傷だということはよろしいでしょうか。ご確認をお願いします。古川法務大臣。最近ですね、SNS などのインターネット上において、誹謗中傷を内容とする書き込みを行う事案が少なからず見受けられ、大きな社会問題となっております。それらの書き込みは、不特定、または多数人が認識できる状態で、すなわち公然と行われると、先行する書き込みを見た者がさらに書き込みをするなどして、過激な書き込みが次々に誘発されていき、多数の者からの誹謗中傷の内容がエスカレートして、非常に先鋭化することがございます。インターネット上の誹謗中傷は、このような特徴を有することから、他人の名誉を侵害する程度が特に大きく社会問題化しているということでございます。そして、このようにインターネット上の誹謗中傷が特に社会問題化していることを契機として、インターネット以外のものも含めて、誹謗中傷全般に対する非難が高まるとともに、これを抑止すべきとの国民の意識が高まっております。こうしたことから、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するため、その法定刑を引き上げることが必要であることから、今回の法律案を提出したところでございます。米山君。はい、要するに、インターネット上の誹謗中傷に対応するために法定刑を引き上げ、侮辱罪の法定刑を引き上げたということかと思います。で、お手元の資料をご覧ください。これ、政府から発表された資料を、国会図書館がまとめたものなんですけれども、まずインターネット上の人権侵犯事件の新規救済開始と、これ、要するに人権救済として法務省に助けてくださいって申し出が出たもの、これは大体年間、1500、600から、2000ぐらいあります。表2ですね、お配りの資料の表2のところです。で、うち名誉毀損は大体500ぐらい、この残りの1200ぐらい、これは一体どういう事案でしょうか。どなたか、これ、はい、はい、川原刑事局長。すみません、お答え申し上げます。私、犯罪として処罰された事案、あるいはその捜査の対象となった事案を承知しておりますが、いわゆる捜査機関でない人権擁護機関で対応した事案については所管外で、詳細を承知しておりますので、失礼いたします。米山君。はい、分からないなら分からないでいいんですけれども、きっと詳細な統計もないのかもしれないんですが、でもこれ、わざわざ救済してくれって言っていて、しかし名誉毀損でない、はい、でおそらく侮辱とか、もしくは侮辱に当たらないような誹謗中傷なんでしょうね。だから侮辱であったり、誹謗中傷であったりっていうのが、1200ぐらいあったりするわけなんですよ。で、その次の表3を見てください。で、そのうち侮辱罪で処罰されているのは、毎年30名ほどです。私、昨日の本会議60って言い間違えましたが、30ですね。30ほどです。で、この表2の上の方っていうのは、これ、法務省にわざわざ申し立てているわけですから、ご本人だって処罰感情はあるわけなんです。いや、なんとかしてほしい、どうにかしてくれって法務省まで言ってる。で、相談された法務省の人だって、それは警察に行ったらどうですかというようなこともあるんだと思うんですよね。そもそも言わないのおかしいと思うんです、もしそうであったら。にもかかわらず、要するに1600件もの相談が、申し立てがちゃんとあるにもかかわらず、なぜ侮辱罪で処罰されているのは30名だけなんでしょうか。ご回答お願いいたします。川原刑事局長。
お答えいたします。委員のご質問はその人権侵害ということで申し立てがあったものと、それから犯罪としてのその侮辱罪の処罰の比較をされておりまして、私どもからしますと、ちょっとその関係が必ずしも、その先ほどもちょっと申し上げましたが、人権侵犯事犯のところの詳細がわからないということが一つでございます。ただあくまで今一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、侮辱罪に関わる事件を含む各種事件の処理にあたっては、これまでも個々の事案に応じて法と証拠に基づいて適切に対処したものと承知しておりますので、特に侮辱罪については先生もそのご案内のとおり、申告罪と、いわばその被害者の告訴をもって初めて刑事訴追できる罪でございますので、そういった告訴をもとに捜査を行った結果、処罰すべき事案を起訴して処罰されたものという関係にどうでございます。米山君。はい、まあ、そうなんでしょうね。でもちろん申告罪ではあるんですけれども、まあ、大体この人権救済まで申し立ててるわけですから、それはもうご本人、この人、これはちゃんと処罰されますよって言われてれば、それは大体それは申告するんですよ、おそらく。1600もいるんですからね、全員じゃないでしょうけど、100や200や300はね、それは言うんです。でところが私も弁護士ですから、そういうご相談を受けるんですけれども、警察は動いてくれないよって言われるんです。このぐらいの侮辱は、従前侮辱罪として処罰される対象ではない。ね、まあ正直、米山君、老けてるね。そのぐらいのものは侮辱罪として処罰されないから警察に行ったってダメですよ。そう言われます。私もクライアントにはそう言います。だから30しかこれは処罰されていないわけです。私それがね、悪いって言ってるんじゃありません。それは一つの見識であろうと。それはやっぱり 何から何までその侮辱っていうのを処罰したら、それは日常生活はできないですからね。その米山老けてるぐらいのことは言われますから。で、私の質問ですけれども、この、まあ、さらにこの30の中で、こちらも犯罪としてなっているわけですから、所管だと思うので、この中で、インターネットに関わる侮辱で処罰された人の数、そしてまたそれぞれの人の、まあ、正確な法定刑、それが一体例えば科料9000円何人とかですね、この30人のうち。そしてごめんなさい、その法定刑をお示しいただいて、すみません、法定刑と、あとはこの処罰された人の実例一例、これちゃんと通告してるんで出せると思うんですけれども、実例一例をお示ししてください。川原刑事局長。お答え申します。今のご質問、すみません、確認をさせていただきますと、前段でその委員が大体年間約30人ぐらい処罰されているだろうというところの、その処罰のなんとか具体的な内訳の話と、はい、インターネットですね、インターネット、そのうちのインターネットを教えてください。なるほど、はい、それから具体例の話です。はい、具体例と、あとは、それ過料っていうのが一体いくらだったかっていう、ね、まずだって、はい、交流はいないわけですから。ですね、まず委員が先ほどくらいご指摘されている年間30名程度処罰されているんだということの全体のその過料の金額の内訳は、まず申し上げさせていただきますと、平成28年から令和3年までの間、これインターネットに限らず、対応はインターネットか否かにかかわらず、侮辱罪に当たる行為として侮辱罪のみによって第一審の判決または略式命令のあったものというのは合計161名でございまして、この内訳、刑の内訳を申し上げますと、過料9900円に処せられたものは44人、過料9000円に処せられたものは113人、過料5000円に処せられたものは2人、過料4500円に処せられたものは2人でございます。ただ、これは今最初に申し上げましたように、対応はインターネットか否かにかかわらずというでございまして、お尋ねは、じゃあそのうちインターネットを利用したものは何かということでございますが、大変申し訳ございませんが、その犯行の対応、という形での統計は取りまとめておりませんので、それについてお答えすることは困難であることをご理解賜りたいと思います。それから実例でございます。これはその近似侮辱罪によって処罰された事例を申し上げますと、例えば被害者のツイッターアカウントにおいて、てか死ねやクソが、あるいはキモいなどと投稿した事案などがあるものと承知しております。米山君。はい、てか死ねやキモいが侮辱になるかどうかわからないんですけれども、まあまあ、それはそれとして、これは法務大臣にご質問したいんですが、昨日の本会議でもご答弁いただいたんですけれども、
この処罰範囲は変わらないっていうことでよろしいんですね。もう2回も3回もご答弁されているので、まあ、1600ぐらいある中で年間30ぐらいしか処罰していない、私の認識としては極めて強い、非常に強い誹謗、侮辱しか処罰されないというのは今まで運用だと思うんですけれども、それの処罰範囲は変わらないんだということはよろしいですか。古川法務大臣。今般の法整備におきましては、侮辱罪の法定刑を引き上げるものの構成要件を変更しておりませんので、処罰対象となる行為の範囲は変わりません。米山君。はい、そうしますとね、相変わらず1600ぐらいの人は相談だけし、1200ぐらいの人は相談だけして、いや、全く処罰できません、すいませんね、ごめんなさいって言われることになるんですけれども、これでなんでインターネット上の誹謗中傷対策と言えるんでしょうか、ご所見を伺います。川原刑事局長。お答えいたします。大変申し訳ないです。その委員のご質問の前提が、どうしてもその人権侵害、人権、擁護機関への相談、申告を前提にしてますんで、それが必ずしもなんて言いますか、現在の構成要件に当たる行為であったのか、あるいは、刑罰として処罰すべき行為であったのかというところはつまびらかでないために、必ずしもその今のご質問にお答えすることができないところでありますが、私どもといたしましては、そのインターネット上の誹謗中傷行為、これは大変痛ましいことでありますが、お亡くなりになった方もいらっしゃると、そういった事案を踏まえたときに、先ほども侮辱罪の例を申し上げましたけれども、現行の侮辱罪で、インターネット上の誹謗中傷行為は多くの場合が、基本的にはその SNS などですと公然とということで、構成要件的には問題となった事案は対処できているという前提で、ただ、あまりにも法定刑が低いために、抑止という意味で十分でないということで、法定刑の引き上げという政策を選択したものでございます。はい、米山君。はい、もちろんね、それは本当にインターネット上の誹謗中傷が何件あるかなんて、それは分からないですよ。ですから、この救済制度からのもので推定しているわけなんですが、ちなみにですね、私、そんなにこの事件、一生懸命扱ってない弁護士ですけれども、それでも年間20件や30件の相談はありますよ。常識的に考えて、インターネット上の誹謗中傷って、多分1万とか2万とか3万とかっていう、もしくはもう、なんでしたら10万、20万のレベルであることなんだと思われるわけですよ。それはそれは統計がないから知りませんって言われたら、それはもう困っちゃうんですけれども、あるわけですよね。で、かつそれをこちらが、その刑事告発、お金もらって刑事告発したり、民事訴訟を提起しないのは、基本それは動いてくれないからです。いや、動かないです、実際問題は動かないです。で、動かないって、それが悪いって言ったじゃないですか、何せ繰り返し、ね。でもその基準は変えないわけですね、動かないっていう基準は。でこのぐらいの、軽度な誹謗中傷であるか、その侮辱であるか、そういったものに関しては動きませんっていう、その基準は変えないとずっと言ってるわけです。で、変えないのになんで、ね、なんで法定刑を増やすだけで、その人たちが救われるんですか。だってその人たちは、の加害者は相変わらずほったらかしでしょ。なんで救われるんですか。川原刑事局長。お答えいたします。委員がその動かないということでご質問されております。拝聴しておりますと、2つの側面があるかなということを考えます。1つは、そもそも侮辱罪の構成要件に当たらないので、捜査機関として捜査に乗り出すことができない事案。それからもう1つは、さっきから委員が、その私の方から申し上げるのちょっとはばかられるんで、あれですが、委員がご自身のことでこういうことを言われても、それは軽い軽度軽微だというようなことをおっしゃっています。これはその私の方で、受け止めますと、それは構成要件には当たる、したがって犯罪が成立するかどうかという机の上の議論では当たるものの、その程度、私どもこの討伐性という言葉で使っておりますが、討伐性が軽いために、捜査機関において具体的に捜査活動に乗り出さないと、そういうような、その捜査機関が犯罪に重い軽いという言葉を使うのはいかがかと思いますが、そういった判断をして動かないということをがあると思います。で、
今言った2つの動かないという要素のうちの最初の方 の、 そもそも範囲に当たらないから動かないというところは、これは構成要件を変えてませんので変わるところでございません。問題はその構成要件に該当するものの討伐が軽いからというところ、これはまさに先ほど大臣が冒頭で答弁されましたように、私ども の改正案ではここについて法定刑を引き上げると、すなわち犯罪としての評価が重たいものであるということを示す、すなわち厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示すということでございますので、この改正、私どもの改正法が成立いたしますれば、侮辱罪の構成要件に当たる行為として捜査機関に申告があった場合、捜査機関はそれは拘留または過料に当たる罪としてこれまで受け止めていたのですが、私どもの改正案だと今度は1年以下の懲役の罪ということで、その法定刑を持ってみてもその罪犯罪として重いという評価、これをそのもし国会でこの法律をお通しいただければ立法府が示したということを前提に動きますので、そこの部分は捜査機関においてその法定刑引き上げの趣旨を適切に勘案して、必要な捜査および訴追がなされるのではないかと考えているところでございます。米山君、そうでしょ、そうなんですよ、いやそうなんですよ。これは法定刑を上げることによって過罰的討伐性というのか過罰的法制というのか分かりませんが、上げるんですよ。で今まさにおっしゃいました、ね、大臣おっしゃいましたよね。だから今まで構成要件に当たっているけれども討伐性がない、過罰的法制がないと言われたものがこれから処罰されるようになるんです。そう答弁したんだから、そうでしょ、処罰範囲広がるんですよ。それは構成要件該当しないものは該当しないでいいと思いますよ、まあ、それによってまあ効果ない、それはまあ別の議論として、やっぱりこれがインターネット誹謗中傷対策だって言ってるからには今まで処罰されたなかったものは処罰されるんです。でその今までね、先ほどのお話ございました、9000円みんな9900円以下でほとんど4000とか5000とかもある、それはまあ正直言ってそれほどの刑罰とは言いづらいですよね。まあまあそのぐらいのお金を払わされることは交通違反だってあるわけですから。でそれが一気に 1年間懲役で大きいですからなるわけですよ。でそうしますとね、今のご答弁を反映するならばものすごく討伐性が上がる、ものすごく過罰的違法性があると考えられるものが広がるっていうことだと思うんです。大臣それでいいですよね。そうしないと今までの答弁が整合的にならないんですけど。川原刑事局長、お答えいたします。私も先ほどの答弁、その法定刑の引き上げのところで上限のところを申し上げましたけど、今回の私どもの改正案、下限のところは拘留または科料、まあ、まあ一番下限だと科料に尖るようになりますが、ここは変えておりません。すなわち先ほど引き上げの趣旨のことを大臣が答弁されましたけれども、その今般、SNS などのインターネット上において、誹謗中傷を内容とする書き込みという事案が出まして、こういった SNS を利用した事案など、その討伐性の高い行為、侮辱罪の中には討伐性の高い行為があるんじゃないかと、例えば路上で通行人のいるところで侮辱行為を行うような事案、これはインターネットのない時代も昔からあった事案でございます。でこれに対してインターネットというものが出てきて、インターネットを利用したものが侮辱が行うと、そうなると従前に比較して討伐性の高い行為があるんだろうということで、こういった討伐性の高い類型に適切に対応できるようにということでございます。で一方でインターネットのない時代からあったような侮辱事案というのはまたなおも存在するであろうと、そういったことから法定刑の上限は引き上げるものの下限につきましては現行と同じようにしまして、その事案に応じて適切に対応できるようにということで、したがって、その今まで、拘留または過料であった事案のがすべからく懲役刑になるということではございません。でそのうちやはりそれぞれの行為の討伐性において適切な量刑がなされる、あるいはもともと量刑の手前でございますが検察官が訴追裁量刑を持ってますので、事案によっては起訴猶予ということもございます。そういったことが事案において適切になされるということで、あくまでも討伐性の高い行為について適切に対応できることようにということの上限の引き上げでございます。米山君、
はい、ね、その話は違う話を混乱させて混ぜてるんですよ。その話違いますでしょ。それは法定刑の幅あるんだから、それは軽い刑は軽く、重い刑は重く処罰してもらわなきゃ困りますよ。そりゃそうです。でも先ほどおっしゃられたのは、今までね、侮辱罪っていうのは最高刑が拘留または過料だった、それに対して最高刑が懲役1年30万円以下の罰金という判断を立法府が示した、そう言いましたよね。だから法定刑が重い罪だという判断を示した、だからそれに相応する処罰をするような過罰的違法性があるんだって言ったわけですよ。その答弁撤回してないですよね。撤回してないんだったら今の話関係ないんです。今の話単に刑罰は刑罰に応じますって、それは当たりますよ、下限上限があるんだから。その話じゃないですからね。で、その話も繰り返さなくていいです。大臣にお伺いしたい。そのようにおっしゃられてるんですから、過罰的違法性の範囲、処罰される範囲は広がるんですね、構成要件の中で。古川大臣。大臣。はい、古川大臣。私、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、処罰対象となる行為の範囲は変わらないわけであります。で、その法定刑を、引き上げる、引き上げることになるわけですけれども、しかし、その加減を変えるわけではありませんので、従いまして、だからその軽い行為をですね、重く処罰するわけではないわけです。その意味では、その範囲が広がるというようなことではないというふうに考えております。もうずっとあれなんですけど、もうご承知だと思いますよね、ご承知だと思いますけど、大臣と東大の法学部出られていらっしゃるので、構成要件該当するかしないか、横の範囲ありますよね。あと、過罰的違法性があるかないか、縦の範囲があるわけですよね。構成要件に該当したって、過罰的違法性がないものは処罰されないんですよ。で、過罰的違法性というものがどのラインかっていうのは大事な話なんです。そして今までそのラインは極めて高かったんです。ね。だから、1000件も、ちゃんと申告されているもので1000件。弁護士に紹介、単に相談しているものだったら、多分1万とか10万とかある、そういう誹謗中傷の中で、わずか30件しか処罰されてこなかったんです。で、ご回答としてね、変えません、過罰、私、別に構成要件のこと言ってないので、過罰的違法性の範囲は、ラインは変えませんというなら、それはインターネット誹謗中傷対策としては無意味です。多くの何万件が放置されるんだから、インターネット誹謗中傷対策とされるなら過罰的違法性を変えざるを得ないです。しかもそれを刑局長ご答弁されてるわけです。変えるって変えるんですよね。いや、大臣お願いします。大臣に聞いてます。私の答弁に、関係してということで、ご質問でございます。まず委員、過罰的違法性ということをおっしゃっております。この言葉自体は法令用語でなくて、委員もご承知のように工学上の用語なものですから、少しあれかもしれませんが、一般に私の理解するところですと、犯罪は成立しているものの違法性が特殊な事情によって低いために処罰されないと。その委員はそのご質問のように、これまで委員のご指摘によって年間30人程度が過料、過料に現実に処せられているというところを前提にご質問されておりまして、で、私は先ほどの答弁は、こういった過料に処せられたものの中には、先ほど来ご説明しておりますようなインターネットによる誹謗中傷のように討伐性が高く、先ほど私の答弁でも申し上げた路上でそのすぐ消えてしまう言葉で侮辱したような事案とは違う、非常にこう討伐性の高い事案があるところが、これが現行法ですと拘留または過料と、どんなに討伐性が重くても拘留または過料というところですから、そういうものについては法定刑を引き上げて従前より重く処罰できるようにするということで、これ抑止すべき犯罪であるということを示すということを申し上げておりまして、その従前処罰されなかったものが処罰されるようになるんだという趣旨の答弁はしておらないところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。米山君。じゃあ分かりました。じゃあそういう内容なんですね。そういう内容なら結構です。であれば、30件しか相変わらず処罰されないわけです。
そうですよね、そうおっしゃった今。であれば、これは全くインターネットの誹謗中傷対策として無力ですが、それでよろしいですか、大臣。川原刑事局長。ただそれだけですね。処罰の人数についてはいろんな個々の事情があるところでございます。ただ今も先ほど大臣も冒頭に答弁されましたように、法定刑の引き上げによりまして、こういった行為は厳正に対処すべき犯罪であるという標的評価を示しまして、これを抑止と、刑罰の効果としつつ一般予防効果がございますので、むしろ発生したものを処罰するということも大事でございますが、これを抑止するということも考えて法的を引き上げるものでございます。谷山君、つまり、ね、今ほど実は大臣も威嚇効果があると言いましたね、抑止すると言いましたね。つまり犯罪の範囲を広げて、しかもどこまで処罰されるのかわからないようにして、言論の自由を侵害したいと、萎縮させたいと、そういうことじゃないですか。そうでしょ、だってわからないんですよ、どこまで処罰されるのかわからない、でも処罰されるかもしれない、そう思って、いや侮辱的なことは言えないな、そう思うってことじゃないですか。川原刑事局長。お答えいたします。委員のおっしゃっておられる処罰の範囲を広げるというのが、その行為の対応によって処罰されなかったものがされるという趣旨ではそういうものでございません。私どもと、もう大臣も先ほど答弁されましたけど、構成要件変えていませんので、侮辱罪の構成要件に該当して処罰される行為の範囲は変わりません。ただ、討伐性の高いものについて、従前より重く処罰できるということでございます。はい、米山君、時間となりました。はい、いいんですけどね。まあ、じゃあいいですよ、ともかく、はい、じゃあこれで、はい、終わりにします。で、次回に持ち越させていただきます。次に